この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。いやいや、お疲れ様です。今年2回目の放送です。先週ちょっとお話しして、はい、勢いのままにここに来てしまいましたが、はい、今日は書き初め大会ということで、はいはい、新春書き初め大会、新春ですよ、はい、どうですか、書けますか？全く十何年、そうそうそう、もう、はるちゃんは若いから、もう僕ら20年って言わないですよ。30年ぐらい書いてないんじゃないかな。やばいですね、筆も持ってもないですし、墨汁も、久しぶりこの香りを嗅ぎますよね。はい、今日は、はいはい、今日中之島公園の、そうです、色彩館まで来てますが、はい、毎月やられているこの書道習字教室、はい、大人の習字教室で、毎月第2金曜日にやってるんですけども、今日は年明け一発目ということで、ちょっと特別に新春書き初め大会、いいですね。最後は色紙に書くらしいです。そう、大丈夫ですか？四角いやつで。四角いやつ。サインみたいな。サインだね。大丈夫ですね。もう、最後の方、後半にはどんな字を書いたかちょっと見れるようにしますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ、頑張ります。はい。はい。一応習字なんですけど、はい、習字で、お手本用意してるんですけど、うんうん、一応、抱負でも色紙として作品となるので、なるほど、もうそこら辺はもう基本通りじゃなくてもいいのかなとは思ってます。なるほど。なんでお手本が2種類用意してくださってるんですね。あ、はい、そう、一応、ね、文字は聞いたんですけど、うんうん、行状と会所で用意したんですけど、なるほど、はい、すごい、このまま飾りたいですよね。半紙で練習していただいて、はい、でその後に最後色紙にですね、はい、はい、一枚しかないんですけど、一人色紙まである、はい、仕上げて、はい、では書いていきましょうか。書いていきましょう。はい、はい、見ていきましょう。チャレンジしていきます。はい、じゃあ止め、跳ね、払いをしっかりですよ、皆さん。あ、そうですね、はい、しっかりね、こう支出と、もう止めるですね、中出、きれい、中出をきれいに、ここをバサバサでスッて書くよりもギュッとしてスッと、ここもきれいにグッと止める、はい、するだけで綺麗に見えるので、はい、45度、あ、45度ですね、大体45度ですね、はい、45度で入ってそのまま45度で割る感じですね、はい、あと基礎練習がこれですよね、上の、あ、そうですね、筆使い、まずこれを練習した方がいいですよね。そうですね、もう何枚か、もうそんなずっとじゃなくてもいいので、ちょっと皆さんまずはちょっと筆になれるっていう感じでいきましょうか。じゃあいきます。一応今これはしほりんと紀藤のテーブルでございます。はい、そうです。ね、同じ。あ、そうそうなんですよ。じゃあ文字を後で明かしますけど、同じ文字をちょっとチャレンジすることになったんです。はい、同じテーブルになりますが、まず半紙の表裏がどっちか。こっちだら、つるつるが表ですよね。そうですね、はい。そしたら早速紙を今セットしまして、はい、墨汁をつづりに。炭はたっぷりつけるって書いてありましたからね。はい、じゃあちょっとお目にします。はい、思い切っていきましょう。体で書かないといけないからね。そうなんですよ。ちょっとね、まっすぐじゃないんで、ちょっとおの横線引いてみましょうか。行きましょう。行きます。こうなのか。これラジオに向いてない。喋れない。
全然喋れない、全然喋れない、喋っていいですよ、放送事故みたいな。集中しますよ。書くときにグッて押さないで、はい、うん、ただこう、ただこう線を引く。そうそうそう。そう、それがあの肩の運びと、あ、それの練習なんですね。そうですそうです。あと、力入れずにってことですね。そうです。あの筆のまっすぐ書けるっていう。はい、って今ですね、縦線をこう、ま、もう本当に線を引く。やっぱりやると分かるのが、あのもう肩を軸にやっぱ書かないといけないですよね。手首は固定。ね、なんかやっぱボールペンで書くときってどうしてこう手首で書いてるからさ。持ち方もこう、卵1個ここにこう書いてる。卵1個持つぐらい。卵がこう。ああ、柔らかく持つってこと？肩から。はあ、全然この。そうなんです。違いますね。で、筆圧は。同じにっていうこの筆の運びの練習ですね。なるほど。縦が意外と苦手だな、縦。縦難しい。ね、縦なんか歪むよね。難しい。まっすぐ行かないんだよね。縦は集中しないとまっすぐ行かない。あ、これいい。横は沿っていくんです。縦を書いても大丈夫です。なるほどね。はいはいはい。さあ今最後の点を打ちました。あ、上手じゃないですか、結構でも。いや、難しい。バランスいいんじゃないですか。集中してでもいいですね。ねえ。になる。で、まあ、これに対して多分先生が、ここもうちょっとこうしましょうとか言ってくるわけですね。そうですね。関東さんも頑張って。ちょっとやってみますね。うん、ね、ちょっとこっちでいいですか。あ、いいです。あ、これ、あ、じゃあ、ちょっと一回こっちやってみましょうか。はい、あの、一応同じ字なんで、はい、私が、行書体の方なんですよね。しおりん上手やった。いやいや、ちょっとね、難しいバランスが。もう思いっきりいきますね。いっちゃおう。はい、そうです。こっからこう、はい、いいですね、迷いがないですね。なるほどです。はいはい、迷いないですけど、うん、お手本とだいぶ違うってことになってきました。こんな風に続けて書くこともあんまないんですね。そう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 。ああ、全然違う。うん、まあ、いや、練習だからね。上手上手。そうですか。でもまあ、でもなんとなく分かったね、やることが ね、 いいね。特にこれはこうなんかほら繋がってるから、勢いよく行った方が多分いい、ね。なるほど。少しこっち会社の方はなんか一個一個止めてね。止めて書く感じ。そうそうそう、そうですね。これで一気にこう行かなきゃいけない感じ。確かに。いや、上手。上手ですね。でもまあ、もうお手本のおかげですよね、これ。いや、本当ですね。ナイフかけないですよね。お手本のおかげですけど。楽しい。あ、よかったです。はい。なんか楽しい。じゃんじゃん、じゃんじゃん、いっぱい。いっぱい書いていいですよ。いっぱい書いていいですよ。はい。なんか、これやっぱ上手に書けるんだったら楽しいやろね。さあ、ここは。えらい藤本コーナーですが、藤本コーナーです。どう、うん、ちょっとずつ良くなってきて、シフィより書き順がね。そう、私は書き順も違ったし、最初は1本足りなかった、うん、字を間違えた別の字やね、なんかね。なんかあれ1本足りないなみたいな。そう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 、意外と慎重派でね、うん、あの何回もこう墨をつけすぎて、うんうん、ちょっと濃くなっちゃう。なるほどね。状況ですね。上手でも。そう。めっちゃ綺麗ですよね。うん、さんも。どんな一年？そんな一年。謎だな。なんかもう、はい、もうリズムでいい。もうすごかったです。今の流れが。もう集中してるね、みんな。とってもいいよ。さあ、ここはアズアズ、カメちゃんコーナーですが、あ、アズアズ超集中してる。どう？激ムズでございます。激ムズ？むずい。そうやね、カメちゃんちょっと画数が多いもんね。多いでしょうか。多い多い。多いでしょうか。ちょっとね、なんとか編っていう。うん。それね、それ難しいね。アズアズはどうですか？なんかね、小学校1年生の気分ね。ああ、そうね、うん。これで合ってるかな。そう、合ってるかな、いいのかなと思いながら。
二人とも会社で書いてるんですね。そう、もうそんなね、業者なんか及ぶね、うん、足元に足元に及ばない難しい、ね、その業者めっちゃ難しい ね、 かっこいいね、書けたらかっこいいね、でもね気持ちで書いてる、無理やね勢いやね、まあ、でもいけそうよ、いける、いや、ミミズの字になるけど、何回かと分からん気がする、いいね、みんななんかいつになく集中していて、とてもいいですね、筆、ね、ってこんな感じだったね、そう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 、それそれ思い出す、思い出す、でもなんかね、この炭の匂いってなんかね、うん、気持ちを落ち着かせる効果があるらしいよ、わかる、それなんか、そう、集中したり、集中してね、いや、いいですね、ちょっと頑張ってください、はい、初めて今もう1時間近く経ちました。亀ちゃんが今お手本を凝視しながら書いております。チフィがもう今仕上げの色紙に行こうとしてますが、 どうですか、最初の頃と比べて今だいぶ上手になった、ちょっと比べますよ、漢字間違えたんです、そもそも一本間違えるというところが始まりましたけど、もっと下に、なるほど、あ、いや、ちょっと全然違うじゃないですか、これ最初まっ漢字、あ、信用とかやっぱ全然違いますね、信用達人だったね、信用達人になりましたね、あ、チッフィーって書くんですね、チッフィーって書く、あ、じゃあチッフィー今からあ、これ上手ね、やっぱほらちょっとやっぱ太さとかのね、付け方が上手になりましたよね、寺井さんももうだいぶ仕上がってきた感じ、もう全然遜色ないじゃないですか、日本とお手本と比べて、なんかえ、そうなんよ、なんでそんな汚れるとって、俺そんな汚れてないよ、ずらずら今ある場所、ある箇所をですね、何度も書いて、あ、亀ちゃんで、ね、これね、俺ほら字と一緒なのよ、右側が、そうなんです、結構難しいよね、私も右もなんですけど、うん、左の方が、こっちが辺の方が、辺の方がね、確かに俺よりもこっちの方が難しそう、これほら作り一緒なんだね、僕としおりんと、これちょっと俺まだわかんない、これどうなってんの、こう、もうこう一体的になってんだ、これが、はあ、難しいね、これで省略したもんね、そう、かっこいいね、でもこれ、かっこいい、かっこいい、次来年こっちそっか、来年こっちでね、さあ、じゃあそろそろ皆さん仕上げの時間帯に、仕上げ、あ、いや、いいですよ、まあ自分のマイペースで行ってくださいね、終わらん、そんなこと皆さん、まだまだ納得がいかないようで、さあ、私もですね、そろそろ練習を蹴りをつけて、本番の色紙に参りたいと思うんですが、もうちょっと書かせてください、はい、もうちょっと納得いくまで、これは納得との勝負ですね、これ、そうですね、正解があるわけじゃないから、そうそうそう、うん、ここでっていうところで、そうそうそう、ってことはもう一生書き続ける気がする、そうです、納得するまで、大丈夫、大丈夫、いいですね、ちょっと太かったかな、けどまあいろいろ頑張りましたわ、思いが出てる集中力がすごいって思ったよ、ちょっともうちょっと筋肉が出ちゃう、頑張りました、頑張りました、僕にしては頑張りました、亀ちゃんがだいぶ今何パーセントぐらいまで来た感じですか、60ぐらいですかね、60、まあ正直今日100いくわけじゃないからね、いや、そうですね、ちょっとこの16校からブランク考えると、はい、わざわざか、もうさっきからわざわざの声を聞いてないし、もう今も黙っといてって顔してる、おい、来ましたね、最後の一筆来ましたね、あ、すごい、
この字って難しいんじゃない？難しいです。難しいです。ねえ、バランスがだって。難しい。僕はさ、最後さ、グイってするには、あれでなんかさ、あれがうまくいけばうまくいくみたいな感じがあるんだけど。ちょっとしたことを教えてくれて、ああと思って。なるほどがいっぱいありましたか。これ小学1年で知りたかったから。今からでも遅くないよ。遅くないよ。遅くないかな。今からでも遅くないよ。通うかな。地方に行かせていい金曜。通うってこと。毎月通いますね。でも大丈夫ね。すごいね。お手本とそのまんまになったやんこれ。そんなことはないですよ、ね。いや。おすごいね。すごいすごい。あ、やっぱ金をしっかり入れました。あ、金入れた。なんかかっこいいじゃん、これ。ちょっと芸術っぽくなってる。俺、ちょっとやりすぎだな、そこ。いや、それが聞くのかっこいい。それぞれの。いやー、この3人は一旦終わりましたね。あと残り3人がまだチャレンジしてますんで、お疲れ様です。ミカリン先生、どうでしたか、皆さんの上達具合。いや、上手です。上手ですか？みんな。なんかあんまりこうね、細かいご指導されずに、なんかいいですねって励ましていただいてる感じがするんです。やっぱでも先生から見ると、あ、もうちょっとこうしたらいいなっていうのはこう見えてくるわけですね。そう、まあ、でも急には、うん、長年書いてきた自分の文字なので、自分の癖を直すっていうのはやっぱり難しいので、なるほどね、なるほどなるほど。でも意識することで確実に変わっていくので、うん、それはありました。僕も。はい、やっぱり最初に帰ってる時と最後に帰ってる時全然、あ、ですか、全然違いました。何が変わったのかちょっとわからないですけど、でもなんか思った以上に楽しかったです。あ、よかったです。そんなに、いや、なんか僕もなんかちょっと遊び半分で書き初めしようぜとかやったことあるんですけど、はいはい、別にそうお手本があったわけでもなく、あ、なるほど、先生がいらっしゃったわけでもないので、はい、なんかこうやってちゃんとお手本横に置いて、はい、それにこう合わせつつこう変えていくっていうのがなんか新鮮で、はい、あ、本当ですか。はい、よかったです。これ定期的にやられてるんですよね。そうですね、毎月、はい、第2金曜日にこの色彩館で、はい、中之島公園の、はい、楽しいです。これぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。はい、ミカリン先生でした。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございます。さあ、もう、あとちょっとで揃いますんで、そうですね、なるほど、さあ、亀ちゃんもできた。いや、お疲れ様です。どうですかな、出来は。でもいいんじゃないですか、素晴らしい。伸びしろあり。もちろん今日100人はいけませんから。まあ、ちょっと、いや、でもいいと思いますよ。これなかなか、これも難しいよ。いや、思ったより難しい。画数が多いし。なんか全然画数とか気にしないで。うん。なんか浮かった言葉を。いや、でも綺麗、バランス取れてますよ、すごい。いや、よく頑張りました。よく頑張りました。それでは、しおりんお疲れ様でした。しおりんは、まあ、ちょっと私と同じ字にはなっちゃったんですけど、なんていう字を書かれたんですか。挑戦の挑ですね。挑むというですね。そう、このじゃあ この言葉に文字に込めた思いはどんなものでしょう。そうですね、今年1年30代最後ということですね。おお、はい、今年はもう挑戦しようと思いました。なるほど、先週言ってましたもんね。はい、そうです。もうここはブレないですね。ブレない、うん、今年はこれはブレない。ちょっとね、結構目が怖いぐらいギラギラしてます。これはブレない。いや、そうなんです。僕はね、でも毎年、まあ、年末に今年の漢字とかよく言うじゃないですか、はいはい、でもう絶対この字を挙げていて、やっぱりまあ、ね、少なくとも毎年一つでこうチャレンジをしないと次がないと思ってますんで。お父さんは毎年本当にチャレンジされてますね。いやいや、だから、まあ、一緒に今年はチャレンジをしていきましょう。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。平井さん、はい、平井さん、どんな字を書かれたんでございますか。私はですね、はい、神です。神ちょっとやっぱこの字強いよね。字が強いね。字強いですね。字が濃いよね。はい、この神を選びました。このどういう意味で。これはですね、はい、まあ、こんにゃくに通じるものがあるんですけど。なるほど、なるほど、あの
こんにゃくの、ね、材料のこんにゃく芋が、はいはいはい、植わってるところが、うん、日吉神社のでしたでした、神社のすぐ傍らね、はい、傍らに埋まってるので、はいはいはい、まあ、その地で、まあ、神のがちょっとね、なるほど、神様がちょっとこう神様の見守っている感じはする、見守っているところで栽培されている芋、はいはい、そうで、さらに、はい、さらに夏、去年の夏とかは、おーおーおー、あの夏の名越し、和越し、和越し、和越しのね、茅、ね、の輪があるでしょ、はい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 、その茅の輪が、うん、あの実はその草マルチとして、なるほど、おあのこんにゃく芋の上に敷かれて、敷いて敷いたんです、あの冬場を乗り越えるためのね、そう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 、でそれがやっぱこう自然とね、あの、はいはいはい、腐敗してって、そうですよ、馴染んでいくんですよね、それが肥料になっているんですよね、そんな神々しい芋なんですか、そうなんです、もう 神宿る芋と言っても、神でもう神宿る芋で作ったこんにゃく、略して神宿るこんにゃく、もっと略して神こんにゃく、神こんです、神こんです、じゃあ今年はその神をしっかり押していこうと、はい、神様に感謝しつつ、そうです、神様に感謝しつつ、はい、ちゃんとお名前のところには今週の寺井、今週の寺井です、はい、神々しい 金色の光も描きました、神寺でお願いします、ありがとうございます、お疲れ様でございます。 C の文字は何ですか。私は進むですね、進という字ですね、そうです、進化、これどういう思いを、そうですね、あ、進化、進化、進化、なるほど、今年は協力隊もあと半年ぐらいで終わるので、うん、新しいステージに行かない、なるほど、まあ我々と近い、ね、そうですね、進もうってことですね、前に進む、そうそうそう、ちょっと書いててどこが難しかったですか、これ、いや意外と、うん、いや心療かなと思うじゃないですか、もうもうもう思いきや右側のこの、あー、なるほど、そう、っていうかね、このまあ、要は直線の組み合わせだけど、線が多いから、そうか、あの一個一個のこのバランスがですね、なるほど、縦と横、これ同じ部屋が3つ並んでるからさ、どこが狭くても変だしね、そう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 、なるほどね、横の並びの線もこう、あ、少しカットみたいな感じで、本当やん、お手本の、お手本のとか、やっぱ綺麗に並んでるもんね、そうするといいよっていう、勉強させてもらって、ちょっと頑張って今年はぜひこの色紙を胸に前に進んでください、進みましょう、一緒に進みましょう、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ウサギとカメか、あ、そういうことか、カメちゃんはこれ文字なんていう字ですか、これはですね、飛ぶですね、飛ぶ、あの跳躍の方の飛ぶですね、はい、足辺に蝶と書いて、そうなんです、ね、これどういう意味を込めてこの文字なんですか、いやもうシンプルにうさぎ年なんで、そうそしてカメちゃんだからカメちゃんだからっていうのもありますし、うん、なんかあの、まあ、物理的にちょっとあのジャンプしてる回数少ないんでもっと今年は飛んでいこうということですね、あの自分自身が飛んでいこうって意識じゃなくて体が飛んでいこう、縄跳びから、縄跳びから始めよう、縄跳びから、なんかそういう感じでなんかぴょんぴょんいけたら、なるほど、気持ちじゃなくて物理的に、それはカメちゃんっぽいな、今カメちゃん最後のお名前を入れて完成しますんで、じゃあ今年はたくさん飛び跳ねていきましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、あずあず今何やってるんだよ、もう書いたの、私はね、はい、今字の練習してる、字の練習あのお祝い用の練習、そうだよね、あのご祝儀とかの私袋に書かないといけないから、字が下手で、はい、旦那に書いてもらうか、ああ、旦那さんの方が上手なんだ、そうそうそう、へもう私書く役目じゃないの、そんなことでも今日どんな字書きましたか、あ、和、平和の和、和ですね、これさっきも言ったんですけど、多分一番バランス取りづらいんじゃないかっていうのは難しい字な気がしますけど、なんか簡単そうで難しいんだなと思って、これどういう意味、気持ちを込めてこの字を選んだんですか、ね、なんか字をなんか調べたら、うん、和むとか喉がとか、確かに和む、あの和するっていうか、そうですね、なんかあの、まあ、平和っていうのも含めてね、そうそう、平和の和もあるんだけど、はいはい、結構今皆さんといろんな活動したりして、うんうん、やっぱりなんか穏やかにみんな仲良くのどかに、うん、こうみんなで楽しくやっていけたらなっていう方法、和を持って、うん、そうそうそう、ね、なんかうん、そういがみ合うよりはなんか楽しく仲良くっていうのを、これなんかパッと見和って書いてあるみたいな、あー、そうね、丸するかな、このあのアズアズのアが入ってますんで、あ、そうね、和って、いや、いいんじゃないですか、和っていう感じが、和っていう感じで、じゃあ皆さん完成したので、じゃあアザズもそれで完成でいい？じゃあ前の方に持ってきていただいて、あ、なんかいいね、いいですね、はい、最後アザズのが入って、
個性がありますね、いろいろね。個性が出てます、ね。あら、素敵じゃないですか。アズアズのワーに見える。ワーに見える。ワーに見える。ワーね。素晴らしい。素晴らしいのができました。これじゃあ、あの番組見てる方にはちょっと画像でね一瞬映るようにしてみましょうか。そうですね、書いたやつをね晒しましょうか晒しましょうか、はい、じゃあということでちょっとエンディングでございますが、はい、今日は先生ありがとうございました。ストイロスの皆さんもありがとうございました。これ楽しいです非常に、はい、なんか毎月金曜日の第2金曜日にやられてるということですね。大人の習字教室、ちょっと思った以上に楽しかったです。手ぶらで OK ですし、もうなんか全部お世話していただいて、気軽に参加できますので、ぜひよろしくお願いします。我々はじゃあこの文字を胸に、今年1年また放送を励んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ということで、今年はこれで終わりたいと思います。ごきげんよう。ごきげんよう。また来週。